どうもチェリマスです。はい、ということで今回の動画についてなんですけども、皆さんはダニ、カ、ヒル、これらの生き物についてある共通点があるんですけども、皆さんは何だと思いますか？実はこの子たちはね、血を吸って生活している生き物なんですよね。で、さらに言えばこの蚊とダニについては、日本でもこういう感染症とか寄生虫などの、症例が報告されてるんですけども、ヒルに至ってはまだ日本ではね、そういう症例が報告されてないんですよね。で、これなぜ報告されてないかっていうと、実はですね、この3種類とも血を吸うんですけども、血の吸い方に違いがあって、で、そこからね、ヒルはそういう症例がね、見つかってないと言われています。なので今回はね、そういう血の吸い方の違いを紹介していって、さらにこのなぜヒルは、そういう病気、感染症、寄生虫の、報告がされてないのかについて話していきたいと思うんで、よかったらね、最後までご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。それでは紹介していきたいんですけども、まずは日本でもよく知られている蚊について話していきたいと思います。蚊とは昆虫に属しているんですが、昆虫でも餌の食べ方は多種多様です。例えばバッタは一対の足から変化した大顎を使ってかじって食べる咀嚼型になるんですけども、家映えでは舐めて食べる吸い取り型と言われ、餌を舐めて食べる時に糞を伸ばして糞の先にある唇弁で舐めながら食べます。では蚊はどうやって血を吸うのか、簡単に説明すると、皮膚に深く刺して血管から血液を急速吸引する吸血方法になります。詳しく説明すると、吸血昆虫の代表格である蚊の後期は口吻と呼ばれ、刺して吸うタイプになります。大顎、小顎などは極端に細長くなっていて、吸血に適した構造に進化しています。正確には上唇、大顎2本、下咽頭、小顎2本の6本と下唇からなっています。この6本は鞘状になった下唇の中に収納されていますが、吸血時にはこの6本が1つの口唇となって血管内に注入されます。そして小顎の先端は細かく尖ってギザギザしており、吸血するときには細かく振動させながら皮膚の中に切り込んでいきます。あれ、なんか蚊に噛まれても全然痛み感じないなっていうのは、このギザギザ振動が痛みを感じさせなくしているのではないかと言われています。また下咽頭の先端には唾液腺が開いており、アピラーゼを含んだ唾液を注入して血液の凝固を防ぎ、吸血しやすくしています。さらには唾液腺には毛細血管の拡張活性物質なども出して吸血される動物側の防御反応も抑えています。マラリアの流行地域では蚊が吸血して感染者の赤血球を取り込むと、マラリア原虫は蚊の中腸を経由して唾液腺に集まって増殖し、スポロゾイトという感染幼虫になり、人への感染が可能になります。なお蚊は吸血の際に人に気づかれないように血圧の低い末梢血管から素早く吸血する必要があるんですが、そこで蚊は2つのポンプを使って速いスピードで血液を吸引して逃げ去ることができるのです。次にマダニについてですが、マダニは簡単に説明すると、皮膚を切り裂いて染み出てきた血液を長い時間かけて吸引するという方法になります。詳しく説明すると、節足動物のマダニでは蚊のように針を刺して血液を吸うのではなく、皮膚を切って舐めて吸います。胸郭というもので皮膚を切り裂いた後、逆黒症の糸状突起の構造をした硬化片を皮膚の中に差し込み、さらにその周囲をセメント物質で固めて2日から5日の長い時間かけて吸血します。そのためにマダニの吸血に気がついて引っ張ると、硬化片を皮膚に残したまま体がちぎれてしまうので注意が必要になります。なおマダニは吸血した血液から栄養成分だけを取り出して自分の体の中に濃縮させ、そして吸血して数日後に余分な水分の他に血液凝固阻害物質、毛細血管拡張物質などを含んだ唾液を吸血側の人の体内に戻します。この時にマダニを媒介としているウイルス、細菌、原虫、リケッチアなどの病原体が人の体内に送り込まれて感染が成立することとされていますが、この点がヤマビルや熱帯地水ビルとの、吸血プロセスと大きく異なっています。ではヤマビルや熱帯地水ビルはどうやって吸っているのか、一言で言うなら皮膚を切り裂いて染み出てきた血液を飲み込む形になります。詳しく説明すると、ヤマビルはマダニと同じく皮膚を切って舐めて吸うように吸血します。ヤマビルの後期は前端にある吸盤の中にあり、逆 Y 字型をした三針状の顎となっています。一つの顎には細かい歯が70個から80個2列に並んでいて、吸血するときにはこの3つの顎を使って釜で切るように上下に動かしながら、細かい歯で吸血動物の皮膚を切り裂いて溢れ出てくる血液を1時間くらい体全体で前後に前動運動を繰り返しながら吸血します。体表をよく見てみると、前後に前動運動で波打つ体部と、血液をろ過した透明な水滴が体表から出ているのが観察されます。
マダニのように血液の栄養成分とともに病原体を含んだ唾液を宿主側の体内に戻すことはできないようになっています。また、カヤマダニでは唾液腺という器官があるんですが、ヤマビルではまだ未分化の状態で独立した器官にはなっていません。ちなみにこれまでにヤマビルに吸血されて、チスガムシ病、ヤト病、ライム病、重症熱傷血小板減少症候群などの感染症にかかった事例は全く報告されていないとのことです。ではここで疑問が出てきますよね。なぜヤマビルや熱帯ツイビルはダニアカと違って媒介者にならないのか。それについてはヤマビルが媒介者にならない要因として以下のようなことが考えられています。まず1つ目、蚊のように空気を直接血管に注入して吸血することができないので病原体が取り込まれる機会が少ないこと、また吸引ポンプがないので病原体を吸引移動させることが難しくなるのではないかと言われています。そして2つ目は、蚊やマダニでは独立した1対の唾液腺があり、その中で病原体が感染型にまで成熟増殖できますが、ヤマビルでは潜在的に唾液腺細胞が見られる程度で独立した器官にまで分化していないので、蚊やマダニのように病原体が発育増殖して人に感染することは難しい。そして最後の3つ目が、マダニでは病原体を含んだ唾液を人に戻してしまう習性があるんですが、ヤマビルや熱帯ツイビルはそのような習性はないとのことです。以上のことから報告されていないのではと考えられているようなんですけども、しかし万が一感染する場合があるかもしれないので、ヒル飼育というのは自己責任で飼育するようにしてください。ということで今回の動画はこれで終わりになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。